こちゃんがいく。みなさんこんにちは、チコちゃんです。だらーん、見てください、あの山、笠取山と言います。今日は笠取山ハイキングを楽しみたいと思います。では今日は高本さんにこのハイキングを案内していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。すごい気持ちいいですね、この場所。そうですね、標高1500m。 1500m、はい、ちょっと心なしか空気も薄いような気が。そうですね、もう新鮮な、新鮮な、はい、綺麗な空気いっぱいのところで、はい、早速行きましょうか。はい、じゃあこっち頂上目指していきましょう。行きましょう。見て、ツツジが咲いてます。すごいかわいい。はい、もうちょっとですよ、チコちゃん。もう少し頂上です。頑張ります。ナシカみたい。到着。はい、大川の峠、1525m、頂上です。頂上です。めっちゃ早く着きましたけど、正味10分ぐらいしか歩いてないですね。気持ちいい。360度のパノラマ。はい、ここから西に見えるのが、ちょっと日が当たってますけど、石筒さんです。石筒さん、西日本最北高峰ですよね。はい、1982m。そして、その右側にあのお椀をかぶせているように、奥山が出てますので、亀ヶ森。あそこに見えてるのが、これが、はい、我が、内子町、小田地区の町があります。そしてちょっとだけ南の方に小田のスキー場が、あのちょっと緑がこう削れているようになっているところですね。天気のいい時は瀬戸内海も見えます。わ、すごいですね。今日ちょっと、ね、曇りでね、気温も低くて寒い。歩きましょうか。はい、はい、行きます。ニコちゃんがいく。高本さん、はい、これなんか先からピコ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 あるんですけど、この杭は何ですか？この杭はですね、昔の牧場の跡です。ここに線が、通過ありました。ああ、なるほど。牛が逃げないように。そうですね、あの熊高原町側は、あの牧場になってたので。今となってはもう牧場この辺はないんですけど、この立ってる線っていうのが熊高原町側と内子町の、あ、なるほど、ちょうどラインになる。県境になる。町境になるんですね。へー。ということは私たちは今内子町にいるわけだ。そして こちら熊高原町。あ、危ない、こけよった。熊高原町、プチコチョということですね。そうですね、面白い。ではちょっと疲れたのでお茶を飲みたいと思います。はい、高本さんにガスコンロを用意してもらって、このお水は湧き水で途中で汲んできたものになります。それで今日はこのプチコ茶というのを飲んでみたいと思います。ちょっとお湯が沸くまでもう少し待ちましょう。はい、もうちょっと。はい、美味しい水が湧いてきました。おいしい。食べてる。見えない見えない。足りない。よっしゃ。はい、でお茶入りました。いただきます。いただきます。香り、あ、本当だ、すごい酸味。あ、蛇腹の、蛇腹の、なんて言うんだ、酸っぱみが、酸っぱみがね。
ありますね、なんか体に良さそう。うちこちゃん、こっちの新緑を見ながら飲むともっと癒される。癒され、癒し、癒されです、癒されですね。癒し、癒しの。じゃあ、振り返って。ああ。端っこは多分足ずりやと思うよ。こっち。そんなに、うん、すごい。高知県の海に。こっち側に室戸の岬見えるんやけど、今日は、ま、あの真っ白だ。すごいな。あとどのぐらいですか、ちょうちょまで。あそこ。あそこ。うん、頑張ります。地町で一番高い場所です。地町で一番高い場所、はい、なかなか気持ちいいですね。はい、それは1562メートル、1562メートルです。はい、これ、これか、これこういうこと。笠取山ハイキングをお届けしました。いかがでしたでしょうか。山の中であったかいお茶を飲んで幸せでした。笠取山ハイキングは、秋にまた開催するそうなので、詳しい情報は下の説明のところの、情報をご覧になってください。では次回もお楽しみに。またね。